そして今日ここですか。はい、じゃじゃーん。じゃじゃーん。日本の漫画の洋書というか英語版の販売もしております。ああ、こう並べ方しててまたいろんな商品があって楽しいですね、このロゴ。はい。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日も始まりますよ、コザの裏側です。いや、なんか丁寧がちょっと違う気がする。あ、そう。ああ、なんか気持ち悪い感じ。まあ、今回はですね、はい、どこの人、どこなまり。プラザハウスに行きましたよ、皆さんご存知。あ、プラザハウスね、はい、沖縄市、まあ、沖縄県内でも老舗のね、老舗と言われている由緒あるショッピングモールです。はい、でございますけど、はい、何度も行きましたが、今回まだ行ってないところありましたよ、もちろん。はあ、そうか。見ればね、あ、そうそう、そこそこ。でもまだ実は入ったことがないという人もいると思います。そうか、うん、どこだ。どこでしょう。まずはあの人にアテンドしてもらいたいと思います。あの人ね、スペシャルギタリストなんですよ。あ、そうなの。全く触れませんけど。コザの裏側。せーの、にゃん。さあ、やってきました。今回はですね、最も歴史のあるショッピングモール、プラザハウスに潜入いたします。ねね。あの、ナミラさん、はい、久しぶりですね。どうも、お久しぶりです。今回はね、ナミラさん、はい、僕前からしっかりチェックしたいなという店舗がありまして、はい、あの、洋書屋さんがありますよ、ね、あります。そこをまず早速行きたいんですけど、はい、アテンドよろしいですか。わかりました。それではレッツゴー。ご案内いたします。お願いします。レッツゴー。さあ、ナミラさん、はい、到着いたしました。タートルブックストアでございますね。なんかこう雰囲気がね、入り口から上の棚とかも入り口から、はい、洋装をね、はい、僕早速嬉しいの、映画好きだから、はい、まあ、入ってすぐこういろんなエンターテインメントの雑誌がブワーってあって、はい、結構往年のスターもバーっていて、ハリソン・フォードのね、はい、表紙のやつとか、あとここ、まあ日本の漫画の洋装というか英語版の販売もしております。すごい、なかなか見かけないんじゃないですか ね。本当だ。あとここ、まあ、その本屋なので、うん、いわゆるカレンダーだったり、そういうちょっと変わったもので、うん、かつ英語を使ったものを販売しております。結構この季節もの の、 この陳列されてるやつは、ね、はい、いろいろコーナー作ってプレゼントにもこういい感じ、最適だと思います。キッズたちが喜ぶようなやつもありますね。そうですね、こういう英語教材だったり、うん、もまあ子ども向けもありますし、大人向けもありますので、うん、その英語を触れるきっかけにもいいです、うん、まあ、漫画とかもね、うんうん、そういう勉強にもいいかもしれないです、うんうん、僕思ったんですけれども、はい、ちょっとやっぱり異国を感じますね、ここにいて。そうです ね、やっぱりプラザハウスの中でずっとある本屋さんですので、うんうんうん、これ洋書を中心に、はい、あ、ちなみにナミラさんは英語はペラペラ。あ、リロ。あ、リロ。結構奥にもいろいろありますね。そうですね、写真集だったりもあるので、うん、まあ、それこそ英語があまりわからなくても、うん、そう洋書の本を見るだけでも楽しいですし、うん、なんか本棚に飾ると、うん、それこそ、うん、棚の肥やしじゃないですか。なるほどね、あ、はい、いいこと言いましたね、棚の肥やし。私の青春なんです。あそこ。あ、そうなの。中学の時に、うん、あそこであのエンタメ雑誌を買うのがすごく楽しみで。なるほど、うん、私は海外のアイドルが好きだったから。なるほど、憧れあるもんね。そう、うん、なんかあの時のあの感覚が蘇ってきよった、見てから。あ、いいですね。あのお店の名前もね、うん、ちょっと由来があるんですよ。あ、タートルブックストア、うんうん、亀さん。いや、亀じゃないんですよ。タートルじゃないの。人の一応名前。あ、そうなの。あの、いろいろお話を聞きましたけど、うん、あの改めて調べたいと思います。え、知らないの。え、あ、忘れたんだ。違う違う、それをだからね、視聴者の皆さん。いやいや、こういうのはなんか違う。丁寧にって言ったよね、今日ね。いやいやいや、顔で落とすな。コザの裏側。またね、ありがとうございます。さあ、この通りを歩きながらまたいろいろ見たいと思いますが、はい、エンダーもありますね。あります。はい、そのエンダープラスカフェ。あ、ちょっとね、このエンダーも少し他の店舗と違う感じでね、はい、さあ、そしてさあ、スポーツの季節がやってきましたね、はい、走ってます。あ、もうダメです。さあ、そして今日ここですか。はい、こちらバリヌーン。バリムーンにやってきましたけれども、以前あのコザの裏側で、はい、夜の方、ディナーの方にですね来たんですけども、ランチやってるんですね。だってバリヌーン、バリムーン、ね、北条さん。うん、どうでしょう。バリムーン、バリムーン。ありがとうございます。
ありがとうございます。いやいやいや、大会じゃないよね。中村さん、ありがとうございます。いただきます。いやー、出ました。バリヌーン、バリムーンのランチ。こちらはチキンとハーブのココナッツ煮込みになっております。なるほど。こちらは、モリンガスープと。モリンガスープ。これまたどっちもこうちょっとね、体に良さげですよね。うん、なるほど、ね、美味しそうじゃない、うん、えっなっこれはインドネシア語でめっちゃ美味しいっていう意味ですよね、はい、で今度チキンも、うん、これはハマるよ、うん、もうこれもまたプラザハウスならではの、はいね、バリをコンセプトにした料理ですね。いただきます。お、左利きなんですね。そうなんです、うん、ギターは右だけど。なるほど、うん、えなくスカリーでございますよ。なんていうんですか、優しい感じで、うんうん、こう体が温かくなるようなスープですね。こうデトックス効果っていうのもあるみたいですよね。そうですね、うん、はい、あとこう単なるね、これお水と思うなよということなんです。インフューズドウォーター。これ僕が飲んでるのはね、オレンジとレモンが入っている漬け込んだやつ。はい、そしてこちらが、ジンジャーとシナモンが入っている、うん。そうなんですよ。これはもう体がまたポカポカするやつですよね。はい、うん。体にいいんですね、これがまたね。コザの裏側。そしてじゃじゃんじゃじゃん、なんですかこれ。食事の後は甘いものもいかがですか、うん、ブラックライスプリンです。ブラックライスプリン、なんかミュージシャンのなんかアルバムのタイトルみたいな。そうですね、ブラックライスプリン、ジャインみたいな。いただきます。うん、これはちょっとライトハンドしちゃおうかな。うん、美味しい。あ、これはじゃあ、ね、男2人で来たらね、こういうことしてもいいんですよね、ナミラさん。はい、どうぞ。エナックスカラリーコザの裏側。なお店のね、建て構えもすごい可愛いし、うん、そうそう、お水のこだわり嬉しいよ。嬉しいね。あの2種類狙い目はね、ちょっとランチタイム少し遅めに行って1時ぐらいから長く来るっていう。あ、ちょっと迷惑じゃね。まあでもいいね、ああいう、うん、あのいわゆるエスニック料理って言われる、うん、こう多国籍料理って言ったらさ、うん、タイ料理とかベトナム料理とか、うん、いろいろ韓国料理とかあるけど、バリ料理、うんうん、馴染みがないと思うので、うん、あえて1回行ってみましょう。ぜひ。ハマるよね。ハマると思いますよ、うん、チェックしてください、うん、そしてエナックスカリーって言ってください。コザの裏側。せーの、にゃん。さあやってきました。ナミラさん、ここはどこ？ここはアレーナです。アレーナにやってきました。でもほら、ナミラさん、時間だよ、もう交代でしょ、うん、いってありがとうね。またバリルーンでランチをね。ギターの話しようね、はい、もういいよ、ありがとう。ありがとう。さあ、エナックさん、はい、久しぶりでございます。お久しぶりです。今日は僕テーマ持ってきたんで、は、はい、ここでまたちょっと洋服をね、はい、いろいろチェックしながらですけれども、はい、お願いしたいと。まず今日の推しのコーナーはどこでしょうか。推しのコーナー、うん、推しのコーナーは今こうやっぱずらり並んでるこう、うん、はい、イタリアものの、アイテムですね、うんうん、なるほど、はい、そして他にもまたいろいろありますよね、はい、あとは、うん、まあ、うちの特徴であればヨーロッパから直輸入したシューズ。これ稲子さん、どれもこれもなんかユニークさもあるし、はい、渋さもあるし、はい、遊び心もある感じでいいですね、はい、まさしくそうですね、うん、まあ、あの特殊なエキゾチックレザーのコーナーになってまして、うんうんうん、あのエイガワだったり、うん、トカゲの皮だったり、あのダチョウオーストリッチの皮ですね、そういった特殊な皮を使ったシューズがこのコーナーになりますね、はい、またこれいつもいろんなこうコーディネートを考えるじゃないですか、はい、楽しみでしょうがないじゃないですか。そうですね、まあ、あのファッション足元からって言いますから、うん、なるほど、はい、今回の僕のテーマは、はい、おてんばなおじさん。小座の裏側。にゃん。にゃん。ありがとうございます。稲子さん、僕はちょっとあの、はい、おてんばっていうテーマを言ったはずなんですけど、はい、ちょっとこれは逆にいきましたか、はい、そうですね。おてんばはまあ前回と、あと夏のうちの冊子でやっていただいたんで、そっかそっか、ちょっと宮島さんにないのをちょっと引き出してみようかなと思います。なるほど、はい。どうですか、
や、すごく似合ってます、はい、本当にまた違った宮島が、はい、違った宮島を出していこうかな。さあ、稲垣さん、はい、毎月発行しているフリーペーパーありますよね、はい、出たこれですね、これね、はい、本当にね、ウォークオン、そう、講座の裏側もこれからもウォークオンですよ、はい、プラザハウスとともに、ね、はいはい、毎回これ結構なボリュームの、ね、情報が入ってますから、はい、僕これ社長のコラム好きなんですよ、ね、ああそうです、ね、いいですよね、はい、ダイレクトメールでもらえたりも、そうですね、会員の皆様にはお送りしてますので、ね、うん、はい、ぜひ会員になってみてはいかがでしょうか。じゃあちょっと行ってくる、ええランチ食べてくるまたね、稲垣さん、ありがとうございます。わあ、もらっていいのかなこれ。コザの裏側、思いを重ねて今この時をまた一歩一歩踏みしめて、明日明日胸を張ってあと一歩一歩進むだけ、思いを重ねて光を探して明日を目指してですね、はい、なんかですね、僕らはまあ、応援したい人たちがいるわけよ、いっぱいね、これからの社会を盛り上げる若者たち、うん、2018年1月28日開催、学アルフェスタというのが、うん、ミュージックタウン音市場3階ホールにて行われると。これはね、沖縄市内外からですね、たくさんの高校生が集まってダンスバトル的なことになるのかな、エンターテインメント、ダンスに限らずいろんなの、あ、すごいね、でもさ、学生にもすごいいい機会だと思います、うんうん、踊りたいな、俺もダザ踊るかな、すげーな、これしかできない、それすげーな、できない。北中城高校ダンス部は学アルフェスタスペシャルに出場します。せーの、ガリアスペメールが来てます。あ、行きましょうか。行きましょう。お、結構がっつり書いていただきました。ありがとうございます。初めてメールしますといただきました。うん、宮島さん、ミキトニーさん、こんばんは。私は沖縄病にかかっている北海道生まれの神奈川県民です。いつもコザの裏側を YouTube で見ています。ミキトニーのうちなぐちが大好きです。一平二平デビルー。お二人に情報です、うん、11月5日に神奈川県横浜市鶴見区で第2回うちな祭りというお祭りがあります。鶴見区には多くの沖縄の方がいるらしく、リトル沖縄と言われる場所があるほどです。私こう聞いたことあるんだよね、神奈川住んでたわけよ。へえ、千人三振が開催されます、そのお祭りでね。曲は浅戸屋ユンタです。以前小座裏で宮島さんが群馬の千人ボーイの話されてましたよね千人三振もすごいと思いませんか。すごい。そして私も三振担いで3回いたします。ほう、急ではありますが、ぜひ宮島さんとミキトニーにレポートしに来てほしいです。鶴見で待っています。ほう、毎年沖縄に行っていますので、来年は小座裏で紹介されたお店巡りをしたいと思います。その時は収録も見せてください。宮島さん、ミキトニーさん、これからも頑張ってください。素晴らしいですね、ありがとうございます。もうこれもうイベント自体は終わっちゃってるんですけど、来年ね。そうですね、あらすごい、千人三振、千人、これ行くべきじゃない。ねえねえ、どうにかこうにか、ね、鶴見区の皆さん呼んでくださいすごい行きますよ、ね、でも面白いね、これ千人三振ありました、すごいありました、千人もの、うん、いいですね。確かに鶴見はうちの家が多いって聞いてたんだよな。私は川崎に住んでたんですけど、あ、そう、リトル沖縄っていうのがあるわけ、うん、すごい、多分全世界めあると思いますよ。全世界って大げさですけど、うんうん、南米とかにもあるもんね。沖縄ね、うん、リトル沖縄。リトル沖縄、リトル、うんうん、コザっていうのが確かあったと思いますよ。あ、そう、うん。あると思います。そういうところに行ってどういう風にしてさ、うん、コザの文化がこう浸透しているのか、皆さんに愛されてるのか見に行きたいな、うん。見に行きたいね。どうにかこうにか世界のうちなち大会ってあるよね。あれ？10月30日でございます。10月30日毎年世界のうちなちの日って言われてますけども、はい、何かそういうのにこう。絡めるというね。これはまた丁寧の上の土地にあるんだろうねそうですねあざとく狙っていきましょうか。行きたいですね。でも、いや、でも見たいな、これ、うん、ぜひ
今度来年はね、来年もぜひ開催されると思いますので、ね、うんうん、いやこれはもう負けないようにこう千人紫をどうにかね、だからやばいって、え、やばいって、エコなエネルギーで、エコなやばいって誰がまとめるんだよっつって、そうだな、うん、あの長男のレイクに頼もうまなんとかしてくれるかも、なんとかしてくれるかも、ありがとうございます。未来のエンタメモンスター、あ、いいね、ワクワクする、ね、どんな子がいるんだろうか、見てみましょう。それではどうぞ。こんばんは、お久しぶりです、未来エンタメがいるって聞いたんですが、はい、チャルゼです。お、こんばんは。お、身長大きいですね。ありがとうございます。じゃあお名前をどうぞ。レオナです。レオナさん、じゃあレオナさんの夢宣言、将来の夢を教えてください。バイクで世界一周することです。すごい。ではこその裏側はレオナさん応援します。では頑張ってくださいね。ありがとうございます。じゃあ、はい、またまたね